眼科医の平松です。今日はいただいた質問にお答えしようと思います。緑内障の検査したいとき、視力は悪くて飛蚊症を持ちで緑内障の検査をしてほしいと書けば検査していただけますかっていうと、大体してくれると思いますと。緑内障が疑われる何らか理由があればきっちりと検査してくれると思います。なんとなく不安だから受けるとかってなっちゃうと、これって保険適用なのか微妙になっちゃうんですね。ただ、近視があるとか、家族は緑内障がいるとかってなってくると、きちんと検査をする対象となってくるんでいいかなっていうふうに思います。こんな感じで病気のことを心配だから調べてほしいって場合は、きちんと問診票とかに言えば、大抵の医者っていうのはきっちり調べてくれます。もちろん保険適用外になる場合は、医者がこれ適用外になっちゃうんですけど調べますみたいな話になっちゃうと思うんで、ちょっとそこは別個になりますけど、もしかしたら保険適用でできる検査かもしれないので、ちょっとそれは一応問診票に、これも心配ですとかこれも心配ですって書くといいと思います。ただね、たくさん書きすぎると、この人大丈夫かなって思っちゃうんですよ。何でもかんでも心配だったら全部心配ですよねってなっちゃうので、一番心配なのはこれです。それ以外にこれとこれが心配ですって書いていただけると、すごい答えやすいなっていうのが普段の診療でも思うので、書いてくだされば幸いです。こんな感じでちょっとした質問とかもお答えしていくんで、このサブチャンネル登録していただければ幸いです。また何か疑問質問コメント欄に書いてくださればと思います。よろしくお願いします。